私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。二宮和也、11.3 先行公開、嵐ライブフィルムは映画だ熱弁。木村拓哉と共演つくスタッフも、カメラマン125人日本の映画業界がとどまった日。嵐の二宮和也、38、が10月31日放送のラジオ番組ベーストーム、ベーフム、で、嵐にとって初のライブ映画となる嵐アニバーサリーツアー 5×20 フィルムレコードオブメモリーズについて熱弁した。嵐のコンサートを記録、映画化したライブフィルム 5×20 フィルムレコードオブメモリーズは、ツアー嵐アニバーサリーツアー 5×20 の中で行われたシューティング、ライブを撮影した作品。映画は11月26日に全国公開される。なお、全国7カ所のドルビーシネマ限定で11月3日より先行公開され、監督を務めたのは嵐のウィ主演映画ピカンチでもメガホンを取った堤幸彦氏65。また嵐を知り尽くした映画ライブのスタッフが集結し、計125台のカメラを用いて大規模な撮影が行われたという。二宮は同作について、これ本当にすごいんですよ、マジでいろいろ言われているんですよ、堤さんが監督であるとか、カメラが125台あるっていうのもすごいんですけどとコメント。そして、映画なんですよ、ライブをそのまま収録したっていうことではなくて、映画としてやっているんで、とし俺が何で映画だっていうかというと、日本の映画界のカメラマンさんを全員呼んだと言っていいぐらい、日本の映画業界がとどまったと言われる日なんですよと熱弁。二宮がだから、パッと見た時に検察側の罪人のカメラマンさんが上手の花道にいて、あれみたいな。ライブ撮ったことないけど、映画だから来たって。本当の価値はそこなんですよと説明すると、番組スタッフも今ちょっと鳥肌が立ちましたよと感動した様子だった。続けていろんなところに、必ずみんなが見たことある映画を撮ったカメラマンさんたちが一堂に会して、日本の映画がとどまった日って言われてるんです。贅沢なんですと話し、エンドロール見てもらえれば、この人もあの人も参加してたんだっていう。後にも先にもないでしょうね。前代未聞だと思いますよと語った。また、もちろんライブに特化した人たちも入ってますし、ドローンの人たちも入ってるので、全員が全員、映画を撮ってるだけのカメラマンさんじゃないですけど、その人たちに一度に会おうと思ったら、125作品でなくちゃいけないんです。いろんなところの時間がとどまったっていうと、改めて 5×20 フィルムレコードオブメモリーズの魅力を説明した。二宮は優秀なコピーライターであり宣伝マン。二宮の熱のこもったコメントに、ファンからはニノちゃんならではの視点で映画の見どころを聞いたら、がぜん、興味が増した。日本の映画業界がとどまった日。やっぱり二宮さんは、非常に優秀なコピーライターであり宣伝マンです。さすがというか、やっぱりニノは映画人なんだなと。カメラ125台ではなく、カメラマンさん125人。あらゆる現場のカメラマンさんが一堂に会したと。ニノの宣伝文句で、今夜初めて嵐の映画を見た気持ちになりましたといった声が上がっている。嵐の映画を撮るために、日本中から映画の一流カメラマンが集結したわけですから、がぜん、5×20 フィルムレコードオブメモリーズを見たくなりますよね。今回は、二宮と木村拓哉、48、のウィ共演作、検察側の罪人のカメラマンも参加しているということですよね。二宮は木村のことを尊敬しており、二宮の父親も木村さんから教わったことや言葉を、息子は重要文化財ぐらい大切にしていると語ったほど。そんな、二宮にとっても思い出の作品となった映画のカメラマンがどうコンサートの二宮を映したのか、気になるところです。女性誌ライター。普段は感情をあまり表に出さない二宮も熱を持って語る。嵐にとって初のライブ映画の公開が今から楽しみだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。